色湯をですね何層にも重ねて作っていくんですが、一回塗っては焼き、で少しずらしてまた塗っては焼き、まあ、それを繰り返してこのグラデーションを作ってるんですね。手の込んだ工程でもありますし、非常にこう緻密な作業にもなるかと思います。こういう作品ができたきっかけはですね、実は失敗だったんですよ。はい。で、まあ、あの窯の中に作品が入っていて、まあ、火を止める時間を忘れてしまって蓋を開けてみたら流れてしまっていたと。ただ徳田さんはそれを見て失敗と思わなかったんですね。美しいと思ったわけですよ。でじゃあ次にそのこの美しさをどういうふうにやったら活かせるのか、作品としてこう、まあ、確立させていけるのかっていうのを考えたんですね。はい。ですからそこで、あ、これはダメだって思ってしまったら、もう多分こういう作品は生まれなかったんだと思うんですよ。まあ、そういった意味ではこの創生というタイトルは、まあ、まさにそのこの作品ができた意味合いも込めて、さらにはその先のことも込めて、名前をお付けになったんではないかなと思いますね。焼き物の世界って結構その偶然にできたものをいかにして必然に変えていくかっていう作業がとっても大切になってくるんですね。